ミグ -15、マイナス15飛行するミグ -15 ビス2657号機。ミグ -15 は、ソビート連邦のミグ設計局が開発し、東側諸国を中心に、世界中で広く使用されたジェット戦闘機。DOD が割り当てた、コードネームは、ミグ -15 がタイプ14、SP-1 がタイプ19、ミグ -15 内がタイプ29。北。 大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、ミグマイナス -15 が、ファゴット、ミグ -15 宇宙はミジェット。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国やソビエト連邦は占領した、ドイツ国内から大量。中でもソ連は、戦時中にドイツが研究していた抗体翼のデータを入手したことにより、それまで独自に開発していたジェット戦闘機よりも高性能な、 機体を開発できるようになった。メイ -15 の延伸圧縮式、ジェットエンジン設計者のミコヤンは、延伸圧縮式、ターボジェットエンジンであるロールスロイス2-2のサンプルを、イギリスのロールスロイスから入手した。このエンジンを無許可でコピーして、独自改良型 RD-45F とし、機体は、アメリカやイギリスの戦闘機に対抗するため、徹底的に軽量化された。 大量生産を容易にするため、翼端失速の対策として、主翼に、全園スラットなどの複雑な機構を用いず、境界層分離板で代用するなど、偽装品なども必要最小限に止められ、全体的に質実剛健な設計となっている。ミグ -15 は、量産性が良く、軽量な機体による軽快な運動性を持ち、 機種に非常に強力な 37mm 機関砲と 23mm 機関砲を搭載する優れた機体となった。またソ連機の特徴で、膠着装置は荒れた滑走路でも問題なく離着陸できる非常に頑丈な作りになっている。開発は急ピッチで進められ、1947年には初飛行に成功し、優れた性能を示したため、 すぐに大量生産が開始された。一方で、開発を急ぎすぎたために、様々な欠陥を抱え込むことにもなった。その一つに、高高度飛行や高速飛行中に、突然、スピンに陥るという重大なものがあったが、これに対しては、速度計とエアブレーキが連動して、マッハ0.92を超えないようにして対処した。しかし、当時のソ連にはアメリカなどに比べて優れた。 ジェット戦闘機がなかった上、欠点を補ってあまりある性能を保持していたため、1万5000機以上が生産され、ソ連の衛星国や友好国にも大量に供与された。欠陥は多数開発された改良型で徐々に解決されていき、最も多く生産されたミグマイナス15ビスは、当時の大抵の西側戦闘機を凌駕する性能を発揮した。なお、ミグマイナス15ビスは、 大幅な改良型の VK-1 エンジンを搭載した。実戦投入は国境内戦からであり、1950年4月に中国共産党軍を支援するソ連のミグ -15 が中国国民党軍の P-38 を撃墜したのが最初の空中戦だった。ミグ -15 は朝鮮戦争でアメリカ軍を主とする国連軍に衝撃を与えた。 国連軍の参戦当初は北朝鮮軍には Z 機を保有する本格的な航空兵力はなかったため、制空権は完全に国連軍のものとなっていた。だが1950年10月、中国義勇軍が参戦し、ソ連が中国に供与したミグマイナス15が欧力港を越えてくるようになると、国連軍側にあった制空権は揺らぎ始めた。パイロットには、 大海乱のような中国兵だけでなく、ソ連の熟練兵も少なからず存在した。ソ連から新洋に派遣された第64戦闘航空団は中国軍に編入され、標識や征服ごと中国軍に偽装した。米ソ間の核戦争を恐れた米ソ両国は決してそれを認めなかったので、ソ連兵が参戦していることは公然の秘密だった。第二次世界大戦中に、 日本本土を焦土と化した B-29 はミグ -15 の強力な 37mm 機関砲によって多数が撃墜され中国軍参戦数ヶ月後の1951年に入ると昼間爆撃任務から除外されたアメリカ空軍は急遽最新鋭の海 -86A セーバーを投入し制空権の回復に努めたその後もアメリカ軍は 海良型の海マイナス 86E や海マイナス86海島を投入していったが、中国、北朝鮮側も海良型のミグマイナス15ビスを投入するなどして、双方の制空権は南北に激しい移動を繰り返した。ミグマイナス15と快適する可能性が高い中朝国境はミグ回廊と呼ばれ、中国領の安藤飛行場などから、 出撃しているために追撃できなかったアメリカ軍は苦戦を強いられた。アメリカ軍の海 -86 とソ連製ミグ -15 についてアメリカ軍は当時11の撃墜率を主張したが1990年代半ばに41であったと修正した。実際のところこの数字には 海 -86 以外のジェット機や B-29 などレシプロ爆撃機の損害が計上されていないのでアメリカ軍の損害はより大である。一方ロシア側の資料では2、1とされている。ソ連の航空部隊は38度線以南の空域での飛行を禁じられていたが、しばしば熟達した同部隊のパイロットは空戦に参加した。 いずれにせよミグマイナス -15 に対するカイイマナ海 -86 の撃墜率の優勢は疑いはないがその要因としてはレーダー小準器によって空戦中に1 2 7ト、mm、ル機銃6門による濃密な弾幕をミグマイナス -15 の周囲に撒き散らすカイイマナ海 -86 の優れた武装システム以外にも敵戦闘機の上空に味方戦闘機を誘導するアメリカ軍の優秀なレーダー管制や 戦術も挙げられる。また、ミグマイナス15が、上昇力と高高度での運動性に優れていたのに、対し、回マイナス86は、急降下能力と低高度での運動性に優れていた。ため、両者が交戦に入ると、ミグマイナス15は上昇し、回マイナス86は、急降下して戦闘が成り立たないことも珍しくなかった。当時回マイナス86のパイロットとして、 実践を経験したジョン・ボイドは、海マイナス86悪い敵型のキャノピーにより360度の視界が確保されており、ミグマイナス15に比べると操縦も容易であったため、敵機をより早く発見、対応することが可能となったことが、撃墜率の差となったという考えに至り、決定的な勝因は操縦士の意思決定速度の差にあったと結論付けた。ボイドは後にこの考えを、 オーーダループリロンへと発展させたミグ -15 は、その後直径の改良型であるミグ -17 が大量に生産、配備されたこともあって朝鮮戦争以外の実戦においては、花々しい活動は見られない。第二次中東戦争では、エジプト軍等のミグ -15 ビースが、ミグ -17F と共に実戦活動を行ったが、撃墜された情報はあっても、 戦果を上げたという情報は伝わっていない。また、中国人民解放軍空軍の機体は、中華民国空軍の戦闘機と、しばしば空中戦を行っているが、こちらも芳しい結果は残していないとされる。こういった不守備な結果というのは、ミグ -15 自体の欠陥によるものというよりは、パイロットの練度の問題、あるいは整備が問題であると考えられる。 ミグマイナス十五自体の欠陥が関わる著名人の死亡例としてはユーリーガ・ガーリンの事故死が挙げられるがこの時の彼の登場機はミグマイナス -15 打ちであったミグマイナス十五が西側に与えた衝撃は大きくミグマイナス十五の小型軽量の単純な機体に大出力エンジンを搭載するというコンセプトに影響を受けアメリカ空軍はカ海 -104 スターファイターをイギリスは フォーランドナットを開発している。しかしながら、その影響は一時期のもので終わり、海 -104 もナットも開発した本国ではあまり使われなかった。結果として、戦闘機の対地攻撃任務を重視したアメリカの戦闘機は次第に大きく重い機体となってゆき、ベトナム戦争でミグマイナス -15 の後継機であり軽快な運動性能を持つミグマイナス -17 やミグマイナス -19。 ミグマイナス -21 に苦しめられた。2019年、北朝鮮のクズ朝飛行場を撮影した衛星写真を分析した結果、数多くの軍用機が並ぶ中にメイン -15 が含まれていたことが確認された。金正恩朝鮮労働党委員長の視察に向けた準備とみられており、初飛行から70年経過した段階でも、なお、現役かつ稼働状態にある可能性がある。 派生型は量産されたものだけでも数知れず存在するが初期型のミグ -15 改良主生産型のミグ -15 ビス複座練習機型のミグ -15 打ちの3種が代表的であるこれらの中で最も重要なのは複座型のミグ -15 打ちで後に登場したミグ -17 やミグ -19 の複座型が製造されなかったこともあり 極めて多くの国で高等練習機として長期間使用された。2004年現在でまだ数カ国が使用しているとされる。これらは様々な訓練や試験に用いられた。数種開発された偵察機型のうち、ミグ -15R は300機以上が生産されたが、偵察能力は極めて限定的であった。なお、ミグ -15 では、 レーダー搭載型も複数開発されたが、結局レーダーはミグ -17 に装備することとなり、ミグ -15 のレーダー搭載型はいずれも生産されなかった。また、戦闘機型の機体は後に後継機の配備により余剰化したため、ひりきながら戦闘爆撃機として使用された。その他、最後は標的機として使用されたものも多くあった。ミグ十五は、 それ以外の国でも生産され、主なものとしては、チェコスロバキア製の S-102,S-103,CS-102, ポーランド製のリム -1、リム -2、スペラム -1、スペラム -2A、B 等がある。また、それぞれに、偵察型や多くの回収型が製作された。ハンガリーでもライセンス生産が許可される予定であったが、 ハンガリー動乱の発生により中止された。中華人民共和国ではソ連から数百機のミグ -15 が供与されて J-2 と命名したが、国内での新規生産は行われなかった。供与と同時にソ連からギッシュが派遣されて信用引き行使でサポートに当たったものの、生産されたのは複雑練習機型の JJ-2 だけだった。なお、 中国のミグ -15 については J-4 の名称が散見されることがあるが、これは西側の情報筋が誤って中国のミグ -15 ビスに J-4 の名前を付けたものであり、実際には中国空軍で J-4 の名称は用いられていない。採用国、ありがとうございます。